富士市立高校で生徒たちが演劇ワークショップに参加しました。これは総合探究科の授業の一環で、静岡県舞台芸術センタースパックの俳優木内琴子さんを講師に迎えて、表現力や読解力の向上と芸術への関心を高めてもらうことを目的に行われました。準備運動で体をほぐした生徒たちは、発声練習や早口言葉で口の周りを良くしてから、平安時代に書かれた伊勢物語を朗読しました。全力でやったら朗読するだけでこんなにも人にそのすごい伝わるっていうか、感動させられる、すごいなんか伝わっていく表現力っていうのが大事だなって分かりました。